今や世界中の旅行や観光の関係者が注目している場所、それが北海道なんです。日本人は最高だ。これは本当に宝物だわ。とても良かったわ。周りの木々のおかげでとても美しかった。雨は降っていたけどね。とても美しかったわ。湖の色も素晴らしい。小樽の文化や支笏湖の大自然を楽しむ外国人たち。この人たち、ただの外国人ではないんです。ツアー会社のオーナーです。私の会社は旅行保険の会社よ。 Let's start the radio exercise. 体験型観光、アドベンチャートラベルの本場、欧米やオーストラリアをはじめ世界中の観光関係者が一堂に会する国際イベント、アドベンチャートラベルワールドサミットが北海道で開かれています。でもそもそもアドベンチャートラベルとはどんな旅なのか。北海道でワールドサミットが開かれると地元にはどんなチャンスが広がるのか、もう一掘りします。もう一掘り。今、札幌を中心に開かれているアドベンチャートラベルワールドサミット、世界中から旅行関係者などおよそ800人が参加し、14日までに意見交換や商談会などが開かれる予定です。初日の昨日は道内31のコースで日帰りツアーを実施。早速北海道のアドベンチャートラベルを体験しました。すごい、とても素晴らしかった。岩を登っていくとそこに絶景があったわ。そもそもアドベンチャートラベルとはアクティビティ、自然、異文化体験の3つのうち2つ以上の体験をその地域だけで味わえる旅のこと。生き方に変化を与える旅として欧米やオーストラリア、特に富裕層の人気が高まっています。北海道は豊かな大自然の中、多彩なアクティビティを楽しめるため、アドベンチャートラベルの魅力的なフィールドと世界から注目を集めているのです。こうした歴史的な場所に来られてよかった。ガイドの人たちと話して伝統的な文化を知ることができたわ。アドベンチャートラベルにとっては間違いなく最高な場所だと思います。今までの旅行プランとは違うものよ。アドベンチャートラベルの客単価は推定でおよそ37万円以上で、一般の旅行の 1.7 倍、市場規模は世界で70兆円に及びます。世界が北海道に注ぐ熱い視線、今回ガイドした地元の旅行会社も手応えを感じています。まあ、いいガイドも今回一緒に回ってくれていてだったので、そういう意味では良かった。お客さん楽しんでもらえたかなと思います。北海道来たことないっていう人が、まあ、今回いらっしゃるということで、まあ、こういうフィールドがあるんだよというのをが分かってもらうと、まあ、今後来てもらえるきっかけになるかなと思ってます。先週末、支笏湖で開催された支笏湖ブルーキャンプ。あいにくの天気の中、クリアカヤックを楽しむ外国人たち。開催中のワールドサミットの参加者です。2年前からアドベンチャートラベルの推進に取り組む千歳市が招待しました。玄関口の空港を抱える町も富裕層を取り込みたい考えです。この支笏湖の魅力っていうのはまだ欧米の方には行き届いてないのかなっていうふうに感じておりますので、この ATWS を、まあ、契機に、千歳のこの支笏湖の
魅力が、まあ、海外の方に、伝わる、まあ、きっかけになっていただければなということを期待している、まあ、こういう自然があるということと、まあ、空港から近いということで、千歳のこの支笏湖の観光資源というのは十分 AT の方に生かしていくことができるんじゃないのかなというふうに考えております。旅行者やカナダの人にとって支笏湖は温泉やハイキングも楽しめるのでとても面白い場所だと思います。もちろんおすすめするわ。参加者の反応も上々です。案内役を務めた支笏湖でクリアカヤックなどのアクティビティを提供するオーシャンデイズの板谷隆文社長も北海道でのサミット開催に期待を寄せています。まあ、経済も回るっていうのもあるんですけれども、多分一番はその地域の、行っているサスティナブルなことだったりとか SDGs に関わることがしっかりそのメディアだったりとか知っていく、告知されていくっていうのが多分一番の多分ことだと思います。コロナ後、人手不足が表面化している道内の観光業界。現状ではすぐに多くの客を受け入れられる状況にはないとも感じています。人材がどこも今コロナがあって不足はしてると思うので、やっぱりそのアウトドア業界も人材がほぼほぼいないです。その北海道で今 ATWS、いっぱい人は来ます。でもやっていけるガイドがいない。やっぱそこが一番の課題。はい、今後、ね、北海道で注目されることになるかもしれません、このアドベンチャートラベルなんですけれども、このアドベンチャートラベルに参加する、まあ、旅に参加する側トラベラーがこれ最重視する項目というのが5つほどありまして、そちらをご紹介します。5つの価値。1つ目、今までにないユニークな体験ができること、その土地だけそこならではの体験、はい、それからその体験を通じて自己の価値観の変化、これ、ね、内面が変わっていくようなそういう経験をするという価値が大事にされている。それから心身ともに健康になること、それから挑戦したことを感じられる、これ達成感を得るような体験ですね。それからそんな中で自然や文化への影響は小さくて、こういった価値が今、ね、重視されているということなんですが、近藤さん、これまでのいわゆるどこか見に行くっていう観光とはちょっとやっぱり違う価値観っていうふうに感じません？どうです？そうですね、なんか自分の旅を振り返っても、うん、こう見るだけの旅も楽しいですけど、はい、何か体験した旅行ってすごい印象に残ってて、私の場合ダイビングで初めて海に潜った時とか、はいはい、だから道外の方が、まあ、カヤックでこう綺麗な湖を見たりとか、 これからだとスキーとかで雪景色を見たらすごい心に残るんじゃないかなって、まあ、あと爽快感もありますよね、体を動かすと。だからそういうなんかこう今までにない付加価値っていうのをこう高める旅、それがアドベンチャートラベルなんですが、世界での市場規模は70兆円も超えると言われています。期待膨らみますが、一方で課題もあるようで、札幌国際大学藤崎准教授はこんな課題を指摘しています。まず地域人材の育成がこれ急務だということ、先ほども言いましたけれども、やっぱりそこでしか味わえない経験をしてもらう、そのためにはやはりその土地に根ざしたガイドさんが必要ということなんですね。しかも外国語も堪能じゃなければいけない、その育成が急務。それから一泊旅行が基本の今のシステムの改革が必要だと。これ日本どうしてもやっぱり一泊単位のホテルの仕組みだったりとか、欧米とかオーストラリアは旅行者長期滞在がやっぱりメインになりますので、そのそもそもの仕組みというのをそこに合わせていかなきゃいけない。それからそういう人たちが納得する旅行プランとか旅の提案をしなきゃいけない、それがね指摘されてるんですよね。秋さん、これ外国語話せる人材ってなかなか多くないですよね、今ね。まあ、急務って言ってて、でも一方でやっぱりこうスマホだとかパソコンだとかでいろんなアプリもすごい充実してきてるじゃないですか。今ね、そうですね。だからそれをこういろいろ駆使して、さらにまあ若い人たちに頑張ってもらうっていうのもそうだけど、こうおじいちゃんやおばあちゃんとか地元の人たちの、よくこう語り部みたいなさ、はいはい、あるじゃないですか、はい、ああいうこう形とかも生かしながらっていうかな、こう地元とのこう連携でさらに外国の方たちとコミュニケーションを取っていくっていう方向を強めていったら、もっと
広がっていくような私は気がしました。おっしゃる通り、そのこのアドベンチャートラベル、そういった地域の人との会話つながりでこうコミュニケーションを取っていくっていうのも重要視されていることなんで、うん、いいかもしれないですね。この素材北海道いっぱいありますんでね、それをどのように加工して商品化していくかということが問われていきそうです。